ます。おはようございます。今日も駐車場から出発です。そうです、はい、今日はタイムスの駐車場に、はい、あ昨日ね、止めて過ごして今日今朝でございます、はいはい、ちょっと散策してみようと思います。行ってきます。はい、さあここから左に上がって坂道を登っていく感じですね。どんだけ登るのかな。あ、もうなんか西洋チックな感じだよ。ね、うん、こんな感じの雰囲気で。そうだね、子供の本のお店、童話館。なんかさ、うん、か見たことはないんだけど、仮暮らしのアリエッティって映画あった、あんな感じの舞台になってる。ハムーミンみたいな感じかと思った。あ、そっちか。むっちゃ見えてきたよ。すごく綺麗だよ。はいはいはい、これはもう独特の色使いだよね。だね。っていうかさ、この案内板もなんかさ、陶器でできてるね。これがグラバー園。すごいね。はい、オランダ坂に到着しました。足元のさ、石畳がよかね。ちょっとやってみた。ここが本当のオランダ坂なんじゃない？ここがオランダ坂。ここなんだ。もうハーハー言ってるんだけど、少し。これさ、さりげなく歩いてるけどもさ、左右の建物がもうすでに有形文化財なんだって。あ、そうなの？へえ。アリエッティみたいだね、この緑加減が。さっきから言ってるじゃん、だから。そしたら、ムーミンって言ったじゃん。さっきのムーミン。え、そうなの？ここはアリエッティ。ああ、そっか。ああ、うひょ。おや、すごい坂だよ。ひやすごいよ。ここだって横で見ると結構な坂だよ。そうだよね。異国に迷い込んできちゃったって感じのおしゃれ、ね、おしゃれというかさ、すごい洋風に作られてるんだけど、見て見て、あそこ。あ、本当だ。うん、ちょうどここ、あ、届かない届かない。あ、この部分って言えばいいのかな。屋根のところは、うん、和風なんだよね、ところどころ。赤毛のアンに出てくるような感じの作りな雰囲気を醸し出しつつ、ちゃんと和風なところがあるのね。面白いね。うん。あのね、当時の生活をね、イメージできる感じの作りだった。変に着飾ってないんだけど、今残されてるものはそのまんまが素敵な空間を作ってる。長崎一大きいハートですよって。へえ、どんだけ大きいんだろうってね。結構大きいね。あれ、出島が見えてたんじゃない？これ出島？うん、見て。おお、
ここが出島なのね。すごい、模型で見るとああいう風になってるんだね。扇形だったんだね。同じこと言ってるけど、こっちもちょっと分かるけど、本物も扇形になってるんですよ。実際こうやって橋渡らないと出島に行けなかったのかね、うん、昔はね。そんな感じだよね、ね。こういう風なところで暮らしていたんだな。見て見て、ちょうど来てる。すごい、ハート柄だね。うん、面白い。結構混んでるね。踏切がないのすごくない？ねえ。ここの電車のに注意って書いてあるさ、そうそう、回転灯でちっちゃな音でプンプンって鳴るだけなんだよ。あ、鳴ってた？鳴ってた。うん。それだけなんだよ。